今日はユニクロプラス J、2021年春夏コレクションのお話です。こんにちは、インディです。今日もアメカジ的ライフスタイルをさらに楽しむための情報をお届けします。去年新型コロナ禍の中でもユニクロでプラス J、 ジルサンダーとのコラボレーションですねが約10年ぶりぐらいに、発表リリースされて、どの店舗も人が殺到して、もうメインのアイテムは瞬殺で、結構メディアでも報道されてたりしましたけれどもね。でプラス J は2021年、今年の春夏もすでにリリースが決定されていて、もう間もなくですね、3月19日の金曜日から全国のユニクロ並びにオンラインショップでデリバリーが開始されます。ジルサンダーのデザインっていうのはもうシンプルでモダンで、引き算の美学がもう細部まで徹底された、そういった上質さとか上品さっていうものが見られるデザインが多いんですけれども、一方で私が好きなヴィンテージとかアメガジファッションっていうのは、カレッジとか、ワーク、そしてミリタリーっていったような機能性というか、あとは耐久性、あとは歴史的な社会背景っていうものが投影されたデザインっていうものなので、基本的にそのプラス J のデザインのコンセプトとアメカジやヴィンテージファッションっていうものは相入れないものなので、私も普段買うことはないし、多分みんなにおすすめすることも基本的にはないんですけれども、今期2021年春夏のコレクションの中で一着、どうしてもおすすめしたいアイテムがあるんで、今日はそのお話をさせていただきたいなと思ってます。その一着とはこのデニムです。ディープなアメカジの世界にいる人にとって、ユニクロのデニムなんて、ユニクロのジーンズなんてって思う人も多いかもしれませんけど、このデニムはもう別軸でちょっと考えてね、いただければなというふうに思っています。じゃあね、ちょっと詳細をね見ていきましょう。こちらが2021年春夏のプラス J のホームページですね。そもそもなのですが、このユニクロのプラス J の購入している人の中で、ジルサンダーのことを知っている人ってどれくらい、いるんでしょうね。私が一番初めにファッションに、のめり込んだのが1990年後半なんですけれども、で当時はデザイナーズブランドがめちゃくちゃ面白かった時代だったんですよね。特に西ヨーロッパのデザイナーズブランドがものすごく面白くって、このジルサンダーもドイツ出身の方だと思うんですけど、他に有名どころで言うと、ベルギーのアントワープ系ってよく言うんですけど、ドリス・バン・ノッテンとか、ダーク・ビッケンバーグ。このあたりも非常に人気だったし、あとは、イギリスのアレキサンダー・マックイーンね。このあたりもね、その1990年代後半は、そのデザイナーズブランドの一つとしてすごくね、人気があったし、デザインも面白くてね、ものすごく勢いがあった時代だったんですよね。でそんなデザイナーブランド全盛期の頃にもう一人活躍していたデザイナーさんがいらっしゃいました。それがね、ヘルムトラング、オーストリアのデザイナーさん、これもね西ヨーロッパのやっぱデザイナーさんなんですけど、知ってる人もね結構いるんじゃないですかね。もう1990年代後半ですよ。もう97年とか8年とか、もうヴィンテージデニム、レプリカデニムがもう全盛期を迎えてた頃に、ヘルムトラングジーンズっていうのがですね、誕生したんですね。でそのジーンズってもう一見すごくねシンプルなファイブポケットの、デニムなんですよね。だけど、なんだろう、もうカジュアルなんだけどものすごく色気があって、とんでもなくね綺麗なシルエットのジーンズでした。それまでもそのシルエットにこだわったジーンズって様々あったんですけど、そのヘルムトラングほど、その、なんだろうな、シルエットを極めたというか、突き詰めていったジーンズってなかなかなかったんで、かなり衝撃でしたね。シンプルなんですよ。で実際にめちゃくちゃ流行ったし、私もその普段は古着とかヴィンテージをすごく着てたんですけど、TPO に合わせてね、例えばその女の子とどっかデートにするとか、そういうね格好つけたいっていう時にはそのヘルムトラングをねよく履いていました。でジーンズはね本当にねいいものでしたね。その系統はアメカジとは全然違うんですけど、その切れ目のスタイルが必須な時に使えるジーンズとしてもうめちゃくちゃ重宝したし、実際にね活躍の場はねめちゃくちゃ多かったんですよ。
でそのうちヘルムトラングに合わせるためのコーディネートも当時ね考えるようになって、自分のファッションのね引き出しをすごくね増やして、まあ、ジーンズのは楽しみ方というかね、新しい世界をこう見せてくれた一本になったんですよね。そこで今期の、プラス J のジーンズです。今回のこのジーンズ、プラス J のジーンズを見て、まあ、その時の衝撃がね蘇りましたね。まあ、ディティールは全然違うんですけど、まあ、シルエットの美しさとか、あとはそのミニマルなコンセプト、っていうのがまあ非常に伝わるジーンズでした。ヴィンテージが好きな人、アメカジが好きな人にとって、まあ、ジーンズねたくさんも持ってられると思うんで、その代わりになるようなものではないんですけど、そのこれを一本持つことによってジーンズを取り入れたおしゃれの幅、ファッションの幅がねめちゃくちゃ広がると思うんで、ぜひねこれはねちょっと騙されたと思って手に取っていただきたい一本だと思って今日はご紹介をしたいと思います。じゃあねちょっとねディティールを見ていきましょう。正面からのパッと見はシンプルで細身の5ポケットに見えますよね。で股上の深さは、まあ、普通目の、まあ、スリムフィットストレートです。はい。でこちら、横からのルックスですけども、サイドから見た時のねこの太ももから下のねラインがこれめちゃくちゃ綺麗です。ちょうどこのようにねテーパードが膝まで入ってて、そこからはストーンとねあの細身のストレートが落ちていくっていう感じ、になってます。実際にこうやって着画を見てもらってももう分かる通りねものすごく綺麗、でかつその股上は普通目なんで無理してない、そんなルックスになってるのはね、印象的ですよね。でバックスタイル見てみましょう。でこの後ろのねこのヨークの部分を見ると、ここのほら V の部分の角度が緩いじゃないですか、このね角度が緩いとこのお尻の膨らみがね抑えられて、まあ、腰回りがスマートな印象になります。で逆にこのヨークが深いと、このもっと部位がね、部位がこう深いと、お尻がのお尻部分のこの形がですね、まあ、盛り上がる感じになってる。でワークテイストがちょっとね強くなる感じなんですよね。でもう一つね大きなディティールの特徴として、ここ見てください。これねそのヨークの部分、これが上からかぶさってるようなね感じになってるんですよ。これはユニクロの普通の方のデニムなんですけど、これで分かりやすいですかね。よいしょ、これがいいか。普通はこのように、このポケットがついてる方の生地が上になってるんですね。この重ねて縫ってるとこですよ。で、プラス J の方は、今期の方はこれ腰の部分の方が上に縫い付けられてるんです。これをね、通称逆高っていう風にね、ヴィンテージ界では呼んだりするんですけど、この仕様って、リーバイスでも昔ですよ、一瞬採用されてたことがあるような、まあ、マニアックなディティールではあるんですけど、まあ、これによってですね、若干、まあ、ドレッシーかつ、さらにね、小尻な印象を持つような、この、まあ、ディティールになっています。でね、一方でヒップポケットですね、これはもう見てわかる通りちょっとね大きめかつスクエアな形状になってます。でさらに、この取り付け位置が随分と本当ね下の方に取り付けられてるっていうのが大きな特徴じゃないですかね。だってここがもう本当お尻の真ん中あたりだと思うと、もう本当にお尻より下の位置までこのポケットがはみ出てるっていうような感じになっています。まあ、かといってその極端すぎない、ちょっと自然な感じでこのポケットを下目につけているっていうのが、まあデザインの特徴ですかね。デザイン上のアクセントっていうふうに言うこともできるんですけど、その今回ねこのデニム以外のそのプラス J のコレクションってやっぱりビッグシルエットのものが多いんですよね。オーバーサイズとかビッグシルエットっていうものが多くて、でそういう大きめのトップスを選んでもそのヒップポケット、ここがね、隠れないように、まあ、存在感が見せられるように、まあ、下につけているというかね、そういうようなデザイナーさんの意図がまあ見えてくるかなというふうに、まあ、私は思ってますね。で今回の生地なんですけど、生地は、新しいセルジビッチデニム完成というふうに書いてます。シャトルロリキで、
生地に関してはシャトル織り機で織り上げたセルビッチデニムを使用をと書いてますね。まあ、おそらくこの生地は、まあ、日本の貝原の生地で間違いないんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、経年変化だったり色落ちもねそこそこいいはずですね。で、まあ、セルビッチがついているのでこんな感じで、まあ、折り曲げるスタイルもねいいですよね、うん。ちなみにこの全体のこのステッチはオレンジ色が使われています。まあ、余談ですけれども今回のこのデニム生地を、まあ、ストレッチ素材にねしなかったっていうのはもう正解ですね。良かったです。でユニクロってあのストレッチのジーンズが非常に得意なんですけど特にこのセルビッチがついててもそのストレッチのセルビッチっていうものをねユニクロはよく出してたりするんですけどあの僕の考えではねこのストレッチにすることで実用性は高くなるけどもプロダクトとしての美しさ、まあ、クオリティっていうのはね、まあ、下がるかなっていうふうに思ってます。うん、これねなぜかっていうとそのジーンズのプロダクトとしてのね美しさを決めるねもう一つのエッセンスってステッチワークだと思うんですよ。うん、こういうステッチワークですね。このステッチワークが重要っていうことって結構見逃されがちだなっていうふうにね思うんですけどその例えばジーンズをイラストで描かれてる方って必ずこのなんだろう点点点のこのステッチを描いたりするじゃないですか。うん、まあ、それぐらいそのジーンズにとってステッチってねこの切っても切れないその特徴づける要素なんですよね。うん、でストレッチ素材だとこのねステッチワークがね非常にね汚らしくなるんです。うん、でなぜかというとその生地が伸びたり縮んだりするわけじゃないですか。その伸びたり縮んだりに合わせられるこの、まあ、ステッチにするあとこの生地の伸び縮みに合わせてこのステッチ幅もねこう広がったり縮んだりするわけじゃないですか。なのでステッチが、ね、美しい目になるはずが当然ないんですよ。例えばまあ、これが、まあ、今回のプラス J のこうステッチじゃないですか。でストレッチセルビッチこれだね。でこれがユニクロの、まあ、通常のラインナップのストレッチセルビッチスリムフィットジーンズです。でこれはストレッチなんですよね。でどこが分かりやすいかな。でこのねストレッチ素材の特徴としてこのデニム生地ってこう目がね入ってるんですよね。大体この縦に使うんですけどこれもねここの写真に見るとこういうこっち方向の生地の目の使い方をしてるんですね。でこの縦に沿ってステッチを落とす分には綺麗にこのステッチ幅が入っていくんですけどこのね生地の目に対して横に走らせるステッチってねこんな風にねつながったように見えちゃう、うん。まあ、正確に言うとこの縮んじゃってこのステッチ幅がね狭くなっちゃってるっていう言い方がいいのかな。例えばこのもう分かりやすいですよね。これも後ろ姿ストレッチの後ろ姿なんですけどこのポケット部分ね縦のステッチは綺麗に比較的入ってますけどこの横のステッチ見てみてください。もう一本に繋がったようになっちゃってるでしょ。これはそのストレッチ素材だからなんですよね。でここもそうこのねヨークの部分も汚らしいですよね。うん、でここは綺麗に見えるじゃないですか。でこれはなぜかというとここはねこのデニム生地をこっち側の方向に使ってるんです。縦っていうかね今見て横に使ってるんです。それに対して同じ横にステッチ走らせてるからここは綺麗に見えてる。うん、逆にこういうふうにもしもステッチをね縦に走らせると同じように汚らしくなるはずです。うん、なのでねこのストレッチ素材の場合はまあ皆さんね気づかないかもしれないけどそのステッチ幅を見るとすごくね安物っぽく見えるというかねチャチク見えちゃうんですよね。それがねちょっと弱点だなと思ってます。その点今回のプラス J は、ストレッチじゃない通常のいわゆる本当のデニム生地を使っている。なのでね非常にこのステッチも綺麗に見えてて全体が上品にまとまってるっていうのはねすごく好印象ですね。
フロントはねジッパーフライになってます。トップスはオリジナルのプラス J のロゴがついたちょっとダークカラーのメタルボタンが採用されているという感じです。であとはパッチですね。こちらは、これ合皮らしいですね。プラス J の、まあ、同系色のパッチが付けられているというものになります。カラバリは今回のこの今お見せしているデニムに加えて、ブラックとホワイトがあるよというところなんですけど、もうこんなもんね、もう言うまでもなくダントツでこれはもうデニム生地を選んでほしいですね。まあ、総括するとその細部にわたって非常にねレベル高くまとまっている一本、そのデザイナーズブランドのジーンズとして非常にレベル高くね、ディティールがまとめられた一本だと思います。でいわゆるヴィンテージとかアメカジ系のいわゆるジーンズとはテイストが一線を、まあ、隠している部分はあるんですけどね、まあ、シルエットとかこういうディティール、まあ、ミニマルな、ね、ディティールでセンスを醸し出せるようなジーンズなんてねもうそんな多くないんですよ。でね、例えば10万円近くするようなハイブランドだったらまあありますよ。ただそういうブランドを重視される方っていうのは別にねこのプラス J 買わなくてそういった高い方を買えばいいだけの話なんで、だからまだこういうようなジーンズを体験したことがない方、持ってない方はぜひね1本このワードローブに加えてもらうのはいいんじゃないかなというふうに私は思います。でちなみにねジルサンダーのインラインの方でもねジーンズ出てるんですよ。だからね、そっちはね、だいたい値段がね、8万円くらいでした。で、こっちは5,990円でしょ？で、しかもね、僕個人的な感想としては、そのジルサンダーの8万円のインラインモデルよりも、僕こっちの方がね、プラス J の方がね、もう正直かっこいい。と僕は思っています。はい、だから同じ値段出してどっち買うかって言ったら僕は多分こっちを買いますね。まあこのチャンネルを見ていただいている人の多くは私同様そのデニムが好きな、ね、方が多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、私自身このヘルムトラングのジーンズを以前ねそのもう20年以上前に買ってそのファッションの視野がすごくいい意味で広がったところがあるんで、まあ、こういうきれいめジーンズを手にしたことがない方はにこそねもうディテールのレベルが高くてお買い得価格のこの1着をね強くお勧めしたいと思ってます。でこの1着を手にするとそのジーンズを活用したきれいめスタイルの、まあ、幅がね、まあ、もっと言ったらそのデニムの新しい世界が、まあ、広がるというふうに、思いますので、まあ、騙されたと思ってねぜひね一度ねそのユニクロの店頭に行って試着をしてみてください。あ俺ってこんなにかっこよかったんだってね錯覚するぐらいのそのなんだろう衝撃がねこの一本にはあるんじゃないかなというふうに僕は思っています。はい、以上ユニクロプラス J 2021年春夏の超おすすめの一本のご紹介でした。今日の内容が面白かったという方はぜひグッドボタンでご支援ください。この後もアメカジ的ライフスタイルをさらに楽しむための情報を様々アップしていきますのでよろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた、インディでした。じゃあ